本公演の見どころ、そして公演にかける意気込みをお聞かせいただけたらと思います。昨日実際僕らもあの初めて劇場入ったんですけれども、あの皆さんと同じこう感動、を一足先にこう味わわせてもらってあの非常に興奮したことを覚えてますけれども、さらにもう次のステップに行くために今日からまたえ古を頑張りたいと思います。今日はよろしくお願いします。 えこの作品はですね僕はあのまあニューヨークでちょっと見る機会があったんですけどもこんなにお客さんが盛り上がれるショーがあるんだとその場で実感しましたそれはやはりスタッフのチームのこの力強さとそれからあとレベルの高さ彼らのそのプロの技のこのもういわゆる競い合いですかそんな場に僕たち飛び込んでいけてえ彼らからの力をいっぱいもらって今稽古を望んでいるところです。この会場に入ってきてきから 生魔法の世界に飛び込めるそんなものになっておりますので、えー、私たちもそのものが表現できるように精一杯頑張っていきたいと思っておりますやはりあの魔法っていうのが一つの大きなテーマにはなりますけれども、えー、それでもやはり19年後の世界ハリーであったりロンであったりハーマーウィンであったりで子供たちのアルバスコキュースその人たちがやっぱ,やっぱりちゃんとあの生身の人間としてここの劇場に立っていられるように。 ちゃんとお芝居としてもしっかり組み立てていかなくてはいけないなとも思っていますしそうすることで本当に魔法の世界観だけでなく一人の人間としていろいろ受け取ってもらえることはたくさんあるんじゃないかなと思っています1回や2回じゃわからないたくさんの仕掛けと謎と人間関係が隠されておりますのでぜひ何度も足を運んで細かい部分まで生で体験していただけたらなと思います。昨日初めてこちらにいらしたということでその印象というかインパクトいかがでしたか いや皆さんと一緒ですね,ね素晴らしい小屋入りでしたしあのコナーさんはじめスタッフの方たちがこの「ハリー・ポッター」全体のテーマでもあるその、まあ、光を入れるということも含め本当に暗いね大変な時代をこう共有してきたわけじゃないですか演劇界も特になので日本の演劇にとってもこの「ハリー・ポッター」という作品が一つ光を入れてくれたらあのより前進できるんじゃないのかなってちょっと手応えを感じましたけども。 映画でずっと見てきたあのイメージすごく強いじゃないですか、えー、19年の時がたってハリーも大人になってるんですよ<ぁ>で子供3人いてで、まあ、ある意味魔法省の企業戦士でバリバリなんですね、うん、そうするとあこんな現実的なことが起こるんだなというのを読み取りましたそれは子供思春期なんですよ思春期の子供と向き合えないお父,お父さん<ぁ>これが描かれてるんですよね、えー いわゆる我々の実生活の実体験にもつながってくるようなそんなハリーが描かれてまして演じるのはちょっと一筋縄ではいかないなとそんなふうに思ったりしておりますがどういうふうにやりますかね我々3人がね <laughs> そこを楽しみにしていただきたいと思いますハマヨニーは子どもの頃からとても信念があって。ね 正義感が強い女の子だったと思うんですけれども19年後大人になったハーマヨニーもロンと結婚して2人の子供ができてそして何より魔法大臣としてまあ信念も正義感もよりさらに深く強くなってますしでもハーマヨニーだけじゃなくて今回この舞台に出てくる女性陣の強さといったら本当に強い女性ばかりなのででも 強さの質が違うというところで魔法大臣として真のある正義感たっぷりの女性を演じていけたらなと思っております一言で言うと「ハリー・ポッターと呪いの子」この舞台にかけるスタッフのものすごい愛を感じます。 とにかくこのの舞台の素晴らし、まあ、世界でずっとやってきてますけどそしてアジアではもう、まあ、日本が初めてということなんですけれど昨日、ね、あのここに初めて私たち入ってきましたけれどその時にもまずお客さんと同じような気持ちで舞台に入ってくださいということで私たち一瞬にしてみんなサーフにもう魔法をかけられました。わー この感動を皆さんにお伝えしましょうっていうのをなんかこう肌で感じさせていただけたのでスタッフさんのその愛をまた私たちが受け止めたものをまた皆さんにお伝えできるそんな舞台だと思いますのでそこが他のもうとにかく稽古初日からとにかく楽しくてワクワクしてそしてあの池江さんもおっしゃったように本当に愛していただいてるなっていうのは実感できてここに いられる幸せを本当に毎日噛みしめています本当にワクワクしていたこの年になってまだこんなにワクワクドキドキさせていただける体験を、ね、させていただけるなんて本当に幸せで今日からここの住人になって命ある限りここにいたいなって思わせてくれる本当に素敵な舞台とあとこう海外チームの皆さんの優しさ全てが本当に 私たちにとって本当に幸せな時間です。僕が違うなと思ったのは影響力の大きさですね。まあ、今まであの舞台も結構何個も出させていただいてるんですけども、本当に今まで。シーンとしたよね。って言うな。ちっちゃい声でシーンとしたよね。って言うな。まあですね。あの普通舞台に出るとあ今度出るんですね。みたいな声かけられることあるんですけど。 おめでとうございますご出演って結構言われるんですよ。うん、でこうエゴサーチしてると書き込みで一つロンガえはって、WW、W W W マジ受ける W W って書かれたんですよね。<laughs> あの最近収録でもまあまあ滑ってたんで久しぶりに受けて良かったなと思いますね。はい。そうです藤原竜也が前でむっちゃねなんかあのニヤニヤしてゃるんですよ。本当に <laughs> あのね藤原竜也さんはね基本的に稽古場でね僕が滑るたびにニヤニヤするんですよ。<laughs> 楽しそうに仕上がるんですよもうすでにでも、はい、ハリーとロンのタッグがでも結構いろいろ使ってますからね舞台上ではね、ええ、そ,のそうですねコナーさんの前でなかなか言いづらいけどエクスペリアームスとかあのエクスペリアームスにはいろんな使い方があるんですか今更ですけども <laughs> そうですよねハリー・ポッター ハリーポッターですよね <tell> むしろ教えてくださいよいろ,いろんな使い方があって非常に面白いこの舞台でもあの何度か使ってますんで、ええ、ぜひ注目していただきたい,と思います。現実的に一番使い勝手がいいなと個人的に思っているのはアロホモーラー、ね、扉を開ける魔法なんですけど、ええ、扉っていっぱいあるじゃないですか生活の中で生活の中にまず朝起きて扉を開けて 洗面所の扉を開けて、で劇場の扉も結構一日何回も使うタイミングがあるなと思って、あれが一番あのいろんな方にとっていい魔法かなと <laughs> 実用的な <laughs> 実用的かなと思います。<laughs> あのお二方、のエクスペリアームスとアロホモラを選んだんじゃないですか。でもあの例えばタタイムターニングを 選んだりとか透明になることを選んだりとか、もうちょっと大きく夢見た方がいいんじゃないですかこの質問はなかったということです。コナーさん、仕掛けなんてないんですよね。全部本物です。い全部本当です。そここが見どろですかね魔法三昧なので、いろんな魔法があります。 すごくテクニカルな魔法からアナログな魔法までどれもが本当に見どころですしでも僕の中で僕が一番気に入ってるのはあの変身魔法っていうのがありましたこれはね説明はできないんですけどもぜひ舞台で客席に座って体感してほしいんですけども人が変わりますす面白いですよまあ一つ言えるとしたらあの劇場全体ですね<体>劇場全体のイリュージョン。 これはあのどの席にいても確実に体感できるイリュージョンになっているのであの、まあ、怖くもあり面白くもありあの舞台ならではの映像には絶対できない舞台ならではの楽しさという意味ではそこが僕は一番印象的だなと思いますもちろん扉を開けるところは扉はまあ開いたり閉まったり閉まるのでありがとうございます。